皆さんこんにちは。狂人 M のマサです。京都鉄道開拓記第13弾ですね。こちらは京都都市鉄道中央線の火鍋駅です。今回は、4駅先の東原駅から、新路線が開通しました。さらになんと、駅名募集がたくさんあります。海から銀世界へと駆け抜ける美しい高架路線。早速見ていきましょう。ということで、火鍋駅ホームへやってきました。ここから東原まではリニアも通ってますが、今回はコメント返しをしながら中央線で参りたいと思います。まずはこちら。たくさんの応援ありがとうございます。実は、ここ2週間ほど鉄道開拓期の視聴者が急増しており、ようやく収益化も見えてきました。これからも巨大で美しい鉄道網を作っていきたいと思います。続いてはこちら。マイクラ鉄道の良さを凝縮したコメントですね。自分の手で都市の全てを企画して作れる。これほど自由度のあるゲームはマイクラだけです。列車は吉光山駅を通過。三宮橋駅がモデルです。字幕についてもいただきましたね。我々は K フォントという書体を使っています。明るくてかっこいいフリーフォントなので皆さんもぜひお試しあれ。続いてはこちら。千葉ニュータウンと対比してくれたようですね。私が住んでいるのは、西の方の多摩ニュータウンです。多摩 MT も千葉 MT も、どちらも計画的に作られた。住みやすいニュータウンなので、私もそんなのを目指したいと思います。今赤林を通過しました。そういえば、こんなコメントも来てましたね。巨大高架駅を早く作るコツは、チュームコピーです。詳しくは今右上に出てる動画で解説してますが、チューム分だけ作って、それを何回もコピーしていくと、あっという間に200ムとかの強大なホームが完成してしまうのです。マイクラ鉄道を始めたい方はぜひ参考にしてください。列車は最後の通過駅、南万寿を通過。この辺はパート5が一番詳しいです。最後のコメントはこちら。リニアについてのコメントですね。マイクラでは、氷上をボートで滑走するととんでもない速度が出ます。特にネザーで使うと、これは音速突破してしまいます。しかも何がすごいって、サバイバルでも使えるんですよこれ。シルクタッチと凍った海さえ見つければ、誰でも建設できます。現状チャンネル一番人気の動画ですが、このリニアにはマイクラ鉄道と狂人 M の未来が詰まっていますね。さて、列車は東原に到着です。それでは、新路線に乗り換えましょう。さて、それでは今回の新路線のの名前ですが、銀海線です。由来については後ほどわかると思います。さあ、東原出発です。先ほど申し上げたように、今回は駅名募集が4つもあるので、皆さんよく見て考えてみてください。しばらく中央線観光線を通っていきます。ここでいよいよ分岐です。
南万寿駅を横目に進んでいきます。ここが駅名募集位置の駅です。砂岩と木材でできた和風な駅。RS ランプがいい味出してますね。今回は京都では珍しい踊り場式階段。少し小さいですが、デザインは気に入ってます。皆さんの駅名をお待ちしています。それでは、駅名募集位置駅を発車です。列車は丘陵を抜けていきます。そしてここで海を渡ります。吊り橋が美しいですね。こちらが駅名募集2の駅です。吊り橋にも着目した海底神殿素材の駅。駅の基本的な構造はさっきの駅と同じです。青と白がよくマッチしてますね。では駅名募集2駅を発車です。そういえば、目の鋭い方はお気づきかもですが、この路線のホームは6両120無です。他よりは短いですが、それでも十分立派に見えますね。さて、あたりは一面の銀世界であります。銀色の雪が、遥か彼方へ続いていく。この風景が、銀海線の由来です。そして、次の駅が銀海駅です。こちらは募集なしです。川中駅に似た大きめの駅ですね。白さが雪と調和しております。それでは次に行きましょう。あと2駅募集がございます。座標設定ミスって気が浮いちゃってますね。見えてきましたのが、駅名募集3の駅です。
こちらの駅はとある駅の模倣建築です。右上に出てるのがその駅。DX の万博記念公園です。なかなかうまく作れた気がします。こちらの駅名も考えてみてくださいね。それでは出発です。銀色の海の中を駆け抜けていきます。こちらが駅名募集4の駅。現時点では終点です。アーチやねえですね。こちらの駅は模倣というわけではないですが、DX の三郷中央を少し参考にしました。最近できた路線はかっこいい駅が多いです。外観もいい感じですね。ということで、今回は、1234。この4駅の名前を募集します。京都都市鉄道の新しい銀海線。皆さんの素敵な駅名をお待ちしています。駅名は再来週は3週間後の動画で公開。皆様チャンネル登録を忘れなきよう。コメント欄での駅名応募もお願いいたします。